ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、今日もエミちゃんは可愛いわね。誰だ？その子。アイドルよ。今有名だけど知らない？私地下アイドルしか知らないんだよな。なんか結構闇が深いみたいな聞くから敬遠してたけど、意外と大丈夫なのかしら？じゃあ今回は地下アイドルの闇を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあまずは地下アイドルは何かについて紹介しよう。霊夢は地下アイドルの定義とか何か知っているか？いえ、知らないわ。教えてちょうだい。まず、霊夢がよく見ている普通のアイドルと何が違うのかというと、ファンとの距離、事務所の規模、ライブの動員数なんだ。それで地下アイドルの方が距離も近いし事務所やライブの規模も小さいんだな。あらそうなのか。ちなみになんだが、現在は地下アイドルとは言わずに、ライブアイドルや現場アイドルなんて呼んでいるみたいだな。ほうほう。でもなんで地下アイドルって呼ばれてたの？それは大体ライブハウスが地下にあるからだな。その他にもメディアを地上とした言い方をし、メディアに出てこれないアイドルということで地下アイドルって言われていたんだ。なんか嫌ね、それなら現場アイドルとかの方がいいわ。まあその他にもアンダーグラウンドな噂があるといったようなことでも言われているかもしれないな。ということで今からはそんな闇にはどんなものがあるのかを見ていこう。わかったわ。まず代表的なのは枕営業やセクハラが横行していることだろうな。売れるために体を売るなんてことを聞いたことあるかもしれないが、地下アイドルの場合はプロデューサーが立場を利用して無理やりしてくることが多いみたいなんだ。うわぁ、権力でセクハラするなんて最低ね。中には耐えられずに無理やりキスされたと告白している人もいるんだ。その他にも番組のプロデューサーだけでなく、イベント関係者と枕営業する地下アイドルも多いみたいだぜ。ほうほう、これはなんでそうするの？他の地下アイドルたちと合同でイベントが組まれた時に、自分たちが有利に立てるようにだな。枕営業をすることでイベントで取りをさせてくださいなんて感じだと思うぞ。なるほど、人気になるためなら枕営業を惜しまないアイドルもいるということね。その他にもアイドルとは全く関係のない酒の席に呼ばれたりして、接待をすることがあるみたいなんだ。それで接待の延長線上で枕営業なんてこともよくある話だな。仕事でもないのに接待なんて地獄すぎるわ。それとこれは本当かどうか怪しいんだが、枕営業を目的としたグループもあるなんて聞いたことがあるぜ。アイドル活動がメインじゃないの？もうおかしいでしょ。枕営業の噂が立ちすぎてそんなとんでもないことも言われるようになったのね。次に紹介するのはチェキ撮影だな。地下アイドルと言ったらチェキ撮影なんて言っても過言ではないんだが、そのチェキ撮影もやばいんだ。今から紹介するのはメンズ地下アイドルのことなんだが、ファンサービスが過剰なんだよ。あら、地下アイドルってメンズもあったのね。それでどんなファンサをしてくれるの？これを見てくれ、指キスと言われる口と口の間に指を挟んでキスをしているんだ。他にもハグをしたり、服を脱いでチェキを取るメンズアイドルもいるみたいだぜ。やば、でも推しなら嬉しいでしょうね。他の人からしたら闇だけど。一応言っておくが、レディースの地下アイドルとは違って、メンズアイドルは彼女がいる人もいるし、その中には結婚をしている人も全然いるんだよ。じゃあ既婚者があんな指キスをしている可能性があるってこと？私が妻だったら絶対に許せないんだけど。だけどそんな過激なファンサービスをするとメリットもあるんだよ。というのもファンがつきやすくなったり、そもそもチェキ撮影っていうのはタダじゃないからな。推しのためにたくさんのお金を払ってくれる人が増えるんだ。これも営業って感じがするわね。まあここまで過激なサービスをするのにはメリットがあるとは言ったが、原因としては後ほど話す事柄が関係していると思うぜ。なんだろう、めちゃくちゃ気になるわ。まあ後で話すから待っててくれ。そしてファンサービスがすごい地下アイドルなんだが、時には事務所やマネージャー側から損害賠償を求められる時があるんだよ。さっき聞いてた感じセクハラとかが横行してるし訴えられるなら事務所側と思ったんだけど。そう、訴えられるべきはセクハラをしている人たちなんだが、地下アイドルが訴えられてしまうんだ。その一つの事例を紹介すると、メンバーがファンと隠れて交際したとして事務所がメンバーと交際相手らに損害賠償を請求、ということが起こったんだよ。恋愛くらい自由にさせてあげなさいよ。とは言っても通常のアイドルですら恋愛に関してはしてはいけないって決まっているところもあるからな。しかも契約書にファンと恋愛関係にならないと書いてあるものにサインをしていたのに、恋愛しちゃったから契約違反となったんだ。ああ、アイドルは夢を与える職業だもんね。契約違反だったらしょうがないか。ちなみにいくらなの？823万2400円だぜ。やば、そんなの払えないでしょ。そう、払えるわけないんだよ。だって地下アイドルの給料はゼロに近いんだよ。なんで？地下アイドルを経験した人曰く、月給は3万8000円と言ってたんだ。しかもそこからレッスン費や衣装代などもほぼ実費だったということで、手取りはゼロだったみたいだぜ。かわいそうだわ。それでどうやって稼ぐかというと、さっき話したチェキの撮影時などの過激なファンサービスが関わってくるんだよ。もしかして給料が全然ないからそういった基本給以外でのイベントで、
いっぱい稼ぐしかないってことか。そういうことだ。だからメンズもレディースもチェキ撮影会などのイベントは一攫千金のチャンスだと思っているだろうな。ちなみになんだが、とある人によると、ハグ5回、指キス5回、服の中に頭を突っ込む7回をした人がいるんだよ。え、一人でそんなにすごいことしたの？もしかしてそれって女性の地下アイドルじゃないわよね？ああ、これはメンズの地下アイドルに対して女性ファンがした行為だぞ。ちなみになんでこんなにいろんなことをしたのかというと、推しの汗の匂いが好きすぎたからみたいだぜ。ほうほう、ちょっと変態だと思ってしまったわ。でもそれで押される側もお金がもらえるならウィンウィンかも？ちなみにそれだけのことをしていくらかかるのかしら？詳しい値段はよく知らないが、もしこれがチェキ会だとして、1回1000円とすると、17回このような行動したということで1万7000円ということになるな。おお、これでどれだけのお金を上に持っていかれるか知らないけど、結構悪くなさそうだわ。というか推しにその値段でやりたい放題できるの？ちょっとメンズ地下アイドルが気になってきたわ。それで散財すんなよ。だけど結局低賃金なことに変わりないからな。友達に奴隷契約みたいなんて言われてたみたいだぞ。しかもその元地下アイドルの方はこの契約が当たり前と思っていたから驚きだぜ。その人が地下アイドルを辞めてよかったと思うわ。次に紹介するのは劣悪な労働環境だぜ。ちなみに霊夢はアイドルってどんな努力していると思う？そりゃあ体型維持とかもするでしょうし、なんなら歌とかダンスも努力しないといけないじゃない。そうだな、アイドルは努力をたくさんしないといけない職業なんだが、地下アイドルの場合はもっと厳しく、レッスンの前に体重を測らされ、目標通り減量できてないと叱られるらしいんだ。だから減量するために数日間食わずの生活で体を壊してしまう人も中にはいたんだな。夢を与える職だからね。プロ意識が足りないと言ってしまえばそこまでだけど倒れるまでさせるのはちょっと。その他にもそもそもレッスンをしてくれなくなったり、悪いことがあっても事務所が取り合ってくれなかったりと、地下アイドルを完全に使い捨ての道具としてしか見てないような扱いをしているのが現状なんだ。精神的に病んじゃいそうね。しかも地下アイドルをしている子たちって大体が学生だろ？だから学業に専念したいから数日休みが欲しいなんて言ったら、お前の感想はいらん、学校の判断と親御さんの判断の結果をそれぞれ教えろ。といったような威圧的なやりとりもあるんだよ。私が事務所に所属してそんなこと言われたら絶対に泣いちゃうわ。他の事務所に移った方がまだ良さそう。と思うだろ？だけど5年間は辞められなかったり、全力で潰すぞといったように脅されたりもするんだ。だからもう手詰まり状態にされるんだな。劣悪にも程があるわ。それで賃金も安くて劣悪な労働環境の地下アイドルは、少しでもお金を稼ぐためにとあることをするんだよ。もう嫌な方向にしか考えがいかないんだけど。まあその通りだな。というのもファンに金銭を対価として特別なサービスをするんだ。その他に事務所側が売れない理由をアイドルのせいにして風店で働かせたり、セクシービデオに出演させたりもしているんだよ。まあ自分からそういった道を選ぶ人もいるみたいだけどな。うわぁ、もう言葉が出ないんだけど。地下アイドルの闇が深いのは分かったけど、なんで辞めないのかしら？これは偏見が多く含まれるかもしれないが、私は地下アイドルになる人は自己肯定感が低い人が多い気がするんだ。それとメンヘラと言われる人が良くなるイメージだな。なんでそう思うの？自己肯定感の低さゆえに地下アイドルをすることで、自分を認めてもらえる、受け入れてもらえるを満たすことができるんだよ。だから通常のアイドルよりも距離が近く、アットホームな地下アイドルはメンヘラ女子からしたらちょうどいいのかもな。ということはいくらきつくても自分を認めてもらえるからずっと続けているって感じか。そういうことだな。それでお金がなければファンに特別なファンサービスをしたり枕営業をしたりしてるんだと思うぜ。私にはわからない世界だわ。その他の理由としては芸能界入りを夢見ているから続けている人もいるだろうな。ほら、橋本環奈さんなんかは地方アイドルをしていても話題となって有名になっただろ？確かに。とは言っても芸能人になるには競争率が高く、簡単にはなれない。だけど地下アイドルは簡単なオーディションでなることができる。だから地下アイドルで頑張ることで通常のアイドルになりたいという気持ちで続けているんだよ。そんな純粋な気持ちを無下にしている事務所たちは許せないわね。しかもひどいのが地下アイドルになる子は年齢的にもまだ若いよな。だから契約内容をしっかり見極めることができないんだよ。しかも最近だとアイドル事務所が増加しているが、そのうちのいくつかは知識がない中で経営しているところもあるんだ。そんな外れ事務所に当たってしまったら、芸能人になるどころか自分の身を削ってまで何も生産性のないことをさせられてしまうのね。そういうことになるな。ちなみに今まで地下から有名なアイドルになった人たちを挙げると、電波組インクや仮面女子、萌野あずきさんなどが挙げられるぜ。萌あずさんってそうだったの？知らなかったわ。でも本当に有名になれている人たちもいるから夢見て頑張っているんでしょうね。でもさ、ここまで地下アイドルの闇を散々聞かされてきたけど、これって労働基準法的に大丈夫なの？労基署曰くての出しようがないということだな。
というのもアイドルっていうのは契約上個人事業主として扱われてしまうんだよ。だから労働基準法が適用されないんだ。え、そうだったのか。事務所に所属するからてっきり労働基準法が当てはまるのかと思っていたわ。ちなみに労基署に相談をした人も中にはいたんだが、その時労基署からグレーな契約書だとだけしか言われなかったんだな。だから契約内容から労働者とみなせないと労基署は手の出しようがないということだ。事務所側が強い立場を利用していろいろと無理な契約を結んだりしているのは周知の事実だから、問題視はされているぞ。早くそこら辺の解決をしてほしいわね。でもなんか胸が苦しくなってくるわ。ほんとだよな。ちなみに最近地下アイドルで活動していた方が、アイドルの闇のせいで命を落とした事故が起こったんだ。ああ、やっぱり命を絶つ子がいるのね。そういったことがまた起こらないように、ちょっと紹介してあげようか。悲しいけどお願いします。2020年9月、オルタナティブというアイドルグループに所属していた月野ノアさんが、自らの命を絶ってしまったんだ。聞いたことがない名前ね、どんな方だったのかしら？彼女は小さい頃すごい打ち気で引っ込み思案な性格だったんだ。だけど小学5年生からは名古屋にあるカフェで歌って踊るアイドルとなったんだよ。アイドル活動は学校とかに秘密でしてたのかしら？そこは許可をもらってしていたみたいだぞ。だけどそれは私立中でな、お金がかかるんだよ。それで結局金銭的な事情で私立中を諦め、公立中学に行くことになったんだ。でもそこでいじめられてしまったんだな。なんで？受験するって言ってたのにみんなと同じとこに来たからいじめられてしまったみたいだぜ。それからというもの彼女は精神的に病むようになってしまったんだ。心の傷となってしまったのか。それに追い打ちをかけて事務所でもいいことがなかったのかしら。彼女が命を絶ったのにはいくつか原因があると言われているんだが、そのうちの一つがセクハラなんだよ。うわぁ、今日紹介してくれた中にもセクハラとか枕営業は当たり前みたいに言われていたわよね。ああ、だけど彼女がセクハラを受けていたのはアイドル事務所ではなく、昔勤めていたコンセプトカフェのオーナーからだったんだ。セクハラを受けていたことについては彼女自身被害を受けていたことを明かしていたんだよ。そうなのね、でも解決しなくて精神的に滅入ってしまったのかしら。セクハラ被害だけでも相当精神的にきついんだが、それに加えて、SNS 上で誹謗中傷が増加してしまったんだ。ああ、もしかしてセクハラ被害とかそれについて精神的に来てることをつぶやいただけで、かまってちゃんアピールと受け取られたのかな。ああ、これは SNS の怖いところだよな。それらのことが原因となったのか、彼女はホテルの屋上から身を投げて命を落としたんだ。彼女の最後の感情を考えるだけで相当辛いわ。ちなみに彼女が命を落とした後に調査した結果、遺書が見つかったんだな。そしてそこにはオーナーからセクハラされたことや、SNS での誹謗中傷のことも書かれていたんだ。ということはやっぱりその二つが結構負担になってしまっていたのね。それで遺書は合計9通あったんだが、その中には家族に対して、ごめんねや大好きだよなどと書かれていたんだ。他にもファンの方への感謝の言葉と同時に、ネットで誹謗中傷されたことの怖さについても記されていたんだよ。悲しすぎる。今回の一件に関してはアイドル時代のことは関係ないとはいえど、結局はセクハラが原因でか弱い子が命を絶つまで追い詰められてしまったからな。日常的に行われているであろう地下アイドルたちが心配になってくるぜ。どうにかならないのかしら。多分無理だろうな。だから地下アイドルになるなとは到底言えないが、ある程度の覚悟をした人だけがならないといけないと私は思うぜ。地下アイドルの闇が晴れることを祈ります。ということで地下アイドルの闇を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。